クリスティアン・ウルリヒ一世は、シレジアのビュルテンベルクイコールエールス公。ビュルテンベルクイコールエールス公。ジルフィウス一世、ニムロートとその妻で、エールス公、カールフリードリヒ一世の娘、エリーザベト・マリーの間の、第四子、三男として生まれた。1669年、長兄のカール・フェルディナントが死去したために、ベルンシュタット公国を代わりに相続した。 1697年に、時系のジルフィウス・フリードリヒが、死死のないまま死ぬと、ベルンシュタットを、老いのカールに譲り、自らは、エールス皇領及びユリウスブルク、メツボルト・トレップニッツの所領を受け継いだ。1698年、ザンクト・ヨハンニス城内の宮廷教会に、公爵家の母表を増築したほか、エールス城に、貴重な美術品と書物のコレクションを築き上げた。 また1685年に、ザクセン貴族のプリットビッツ家からノイドルフの書量を買い上げ、1692年までに7年をかけて、バロック様式の上官と村を建築した。城の名前は2番目の妻、ジビュレ・マリーにちなみ、ジビュレ・ノルトと名付けられた。1704年に死去し、自らが混流した、公爵カレー病に埋葬された。1672年3月13日に、 ベルンブルクにおいて、アンハルトベルンブルク公、クリスティアン2世の娘、アンナ・エリーザベトと最初の結婚をした。夫妻は間に7人の子女を設けた。1683年10月23日に、ドーバールークにおいて、ザクセン・メルゼブルク公クリスティアン1世の娘、ジビュレ・マリーと再婚し、間に7人の子女を設けた。1695年2月4日に、ハンブルクにおいて、 オストフリースラント公園のルートビヒの娘ゾフィー、ビルヘルミーネと三度目の結婚をし、間に娘を一人設けた。1700年12月6日にギュストローにおいて、メクレンブルク公、グスタフアドルフの娘ゾフィーと四度目の結婚をしたが、間に子供はなかった。ありがとうございます。